新大野市機械島地震は、1911年6月15日23時26分、鹿児島県機械島南方で発生した地震。規模はマグニチュード8.0。なぜ速攻所で、震度6に相当する揺れを観測したほか、那覇速攻所などでも、震度5相当の揺れがあった。明治機械島近海地震、明治奄美大島近海地震とも呼ばれる。この地震は、 南西諸島で発生した地震としては、有史以来最大規模のものである。フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む南西諸島海溝で発生した海溝型地震と推定されているが、詳細は不明である。1995年に同じ付近を震源として発生した地震の観測結果から、1911年の地震は逆断層型と考えられる。 震源は、奄美大島の東北島の琉球海港付近とする、説と琉球列島の西側とする説があり、2011年現在でも、決着はついていない。今村による報告書では、なぜ、東京、京都、久し春の観測結果より、大森公式を用いて決定されたとされているが、震源の位置と深さは、資料編3社によって異なる。 代表的な二つの資料を比較すると、中央気象台、観測用欄では、余震190回との記載もあるが、別な資料では、余震極めて過小なるは低い例とすべきとされ、余震の多い先発地震とも余震の少ない、新発地震どちらの解釈も可能である。現在の観測では、沖縄本島、奄美大島直下のプレートの深さは約50、約5 0トル。 想定震源域付近でも約8 0トルとされており、従来の震源深さを1 0 0トルまたは1 6 0トルとする説には矛盾が生じるとの見解もある。なお、震源深さを1 0 0トルと考えた根拠は津波が小さかったこととされている。後藤は当時の観測精度が低かったことに注意しつつ、震源を再決定したところ、 北緯28度40分統計130度33分、北緯28.67度統計130.55度、28.67130.55、深さ 60km に求められた。この結果から、本地震は、プレート境界型地震であった可能性が大きいとしている。地震の規模は、資料編纂者によって異なる。 日本国内27カ所の観測点の最大振幅データを現在の気象庁の方法により評価を行った場合のマグニチュードは7.8。報告された震度は以下の通り。辻吉信らの研究でも津波は1メートル程度よりも優位に大きかったことが示されていることから津波の発生は震源が浅いことを示唆している。 津波に関する高等伝承の調査が2011年から2012年にかけて行われた。調査結果によれば、機械島で34件、奄美大島で19件、掛け旅館まで2件の得られた伝承をまとめると、機械島の西海岸では5メートル以上の津波が到来している。東海岸では津波はあったものの小規模。奄美大島では5メートル以上の津波が到来。 外して東海岸の方が西海岸より大きかった。奄美大島の南に位置する島々での津波の規模は小さかった。機械島及び奄美大島の少なくとも中部以北での津波は引きで始まった。聞き取り調査から推定された津波高の最大値は機械島中里での10メートル。この聞き取り調査の結果から M8.0 とされる地震が発生させた津波としては、標準的な規模である。また、津波高の地域差や津波の押し引きに関する情報が得られたことで、ハゲニキの推定が可能となり、ハゲニキは、機械島の北北東方向、低格逆断層運動と推定された。この地震で、機械島で一人が死亡するなど、計12人が犠牲となった。 家屋の損壊も多く、沖縄本島まで被害が及んだ。また、かけろま島鎮西村には津波が押し寄せたという。ただし今村、飯田の津波等級では例に留まる。この付近を震源とする地震の再来周期や活動歴は不明である。機械島では、珊瑚礁に残された海岸断球の痕跡から、 過去7000年間に4回の隆起が記録されていて6300年前、4100年前、3100年前、1400年前かっこ内は隆起量である。この海岸段丘の形成原因としては、四角らはプレート境界における巨大地震のほか、定常的な隆起と小規模な局地的な隆起でも説明できるとしている。今村により求められた震源の近くでは、 1995年10月18日19時27分に、北緯28度02分、統計130度28分、深さ 38km で、気象庁マグニチュード6.9の本震と、翌日の10月19日11時41分、気象庁マグニチュード6.7の余震が発生した。正断層型のプレート内地震と考えられている。この2つの地震では、 斜面及び石垣の崩壊や津波を観測している。津波は18日の地震では地震から11分から12分後に引き波の第一波が1時間20分後に浦原で水上承地3メートルの津波を観測しているが津波の高さは地震の規模に比べ特に高かった。なお津波の到達に先立ち 本震の4分後に断層面が破壊された時に発せられたと考えられる明動音が約10秒間聞こえた。全長活動は5月19日 M3.8 から始まり断続的に有感実震を記録していた。ありがとうございます。